はい、ということで皆さんおはようございます。おはようございます。今から気まぐれを始めます。気まぐれです。あなた半分半分前スタンプ半分しか落ちなきゃ大丈夫そうですか。半分マンです。半分マンです。今日は半分マンです。今日は4人じゃないんですよね。こんにちは。おいすーおいすーおいすーオッケーいいね元気すぎ。俺らよりテンション高い。やめて。ほんまそれ今んとこ全部持ってかれたけど。いやほんまによ。それスーさん。スーさんですね。スーさんですね。スーさんってスタッフのスーさんですね。スタッフのスーさんが来てくださってまして、はい、今日は5人で人狼ゲーム、はい、前回4人でやったんですよね、うん、その時誰が負けたとかちょっとあんま覚えてないんですけど、はい、負けたかは分かんけど勝ったのは覚えてる。うわ、嫌やわ。でも負けた記憶ないねんな。私も俺もない。私人狼1回目にやった。えだから負けたもくそも、だから人狼が勝つから、あ、そうか、人狼か市民かよ。そう、だから負け、ほぼみんなが負けることになる。人狼が勝つから。いや、私負けてるの。負けてる。俺に負ける。いやいやわ。言い方が全員俺に負ける。半分マン。イソメン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 。ということで今回5人なので、はい、役職はどうしますか。市民、占い師、人狼はあれだと思うけど、じゃあ騎士を増やしますか。うん、そうやね。前回騎士なかった。守れんねんな。指名した人。そう。だから、人狼が騎士守ってるやつ選んでも、うん、そういう殺されへんから、うん、言っちゃえば、もう一夜、人が多いままで戦わなかった。へぇー。結構難しいよね。人狼がちょっと5人の対して1人な、4人か、うん、に対して1人なので、ちょっと大変かもしれないですけど、そうね。なった人は頑張って、はい。戦ってください。はい、そしたら、違う、言わなかことがあって、ゲーム中は、私たち消えます。はい、で字幕だけ出てる状態なんですけれども、分かりやすくちゃんと言葉で伝えようと頑張るので。字幕も半分ですか。ちそういう編集にしてみようか。上半分下半分どっちなんやろな。斜めで邪魔やわ。そんな逆に手間増やすわけないやんか。全然でいきますのでいきますよ。お願いします。はい、それではスタートします。イソメンということで、はい、ゲームが始まります。はい、今回は、市民2、うん、占い師1、はい、騎士1、人狼1の5人で戦いたいと思います。では夜のステージです。始まりました。ゲームスタート。いいよ。何も伝わってないね、この元気の暗さがね。暗くなりました。皆さん、恐ろしい夜がやってきました。はい、あ、スタッフさんからやって、お、いきなり見えるやん。ああ、そうか、そう、隠さなスタッフさん、ちょっと天然です。ポンコツやります言ったらあかんねん。ああじゃないよ。うわ、何がいい、みんなは。何でもいい。ピンク様です。はい。市民したい。市民がでも一番やっぱりね、なんか立ち回り逆にむずいと思う、ね。ほんまに？グレ。あ、これ順番完全ランダムなんで。あ、オッケー。はい。頑張って、ラジオやからさ、そうやな、伝わるように喋らないとさ。あたし？はい。まあ、今3人引いて、今4人目。はい。はい。じゃあラスト。ラスト青ですね。一句痛すぎてめっちゃ叫んでるやん。言ってるやん。あ、これそうなんや。めっちゃ腹減ってんや。あ、お腹空いてんや。キイちゃんと一緒やん。そうやん。え、お腹空いてん。人狼ちゃん。え、トマト。人狼？え、夜の、あ、そうやな。今から会議やん。バキュンがある。完了しました。はい。一旦だから誰か、でも1段目のあれはない。あ、なしですから。任せてきよ、ピンクに全部。恐ろしい夜が明け、朝になりました。おはよう。犠牲者はいません。うん。疑われているのは、キーちゃん。なんで？おい、誰入れた人たち。入れてんの。それでは、話し合いスタートです。スタート。4分間ありますね。お、長い長い。いいね。だいたい俺来ると思ってんけどな。確かにね、グレが。え、みんな、一回誰に入れてみたか言わへん。ほんま、勘で。入れてみた。
さなんかあったよ、ね、あはい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 、はい、歌が歌があった人、そうそうそう、私タッフさん、あースースーやめて、でも俺はグレー、おー、うん、私ピンク、あ、ほらほら、俺はお尻高出てきたよ、なんで俺キーちゃん高く、え、でも全員一票一票入ってるってことやね、で、青が最後やから僕は入れましたあ、それでキーちゃん2票なんやな、まだ見てもなかったやな、一番似合ってたから、確かに、なんでなんなんとなくお腹空いてそうやなと、ずっと泣いてる、言わせてもらうと何もないマジの趣味、ほんまのマジ無職、誰もがそう言います、クソニートもうニートのニート、クソニートが処分してたらいいじゃんなんででも趣味やったら別に倒しても、あ、そうや、だからそういう面では全然犠牲になってもいい、そうね、市民の、うんうんうん、市民の人宛てに言わな、うん、その騎士とか占いはそうやけど、うん、犠牲になれるよっていう、他はみんなどんな感じだった、俺は普通に死にたくない、え、役職ある、うん、あるんや、うん、もうある役職、スタッフさん市民です、あ、ない役職です、スタッフさん市民ない、ほう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 、役職どうですか、望み通り市民になれました、おお、はい、役職は言っていいですか、今市民なんやろ、もう市民3人で出んねん、この時点でこの3人のうち1人がもう各や、まあ、うん、各で怪しいから一回ちょっと待って、グレン聞こう、うん、役職ありますか、あります、あれ、いやな、あれやな、だって庶民って言ってたもん、庶民庶民はじゃあさっき庶民ってさ、パッて言ってたから庶民だから、だから、市民を見てないんやと思っていや、庶民って言ったもん、じゃあ言ってて、なんかパッとの庶民みたいな感じで言ってたから、あ、市民ではないやん、俺市民は分かってるやん違う、さすがにそこはな、普通にミスってたらミスやったら普通のミスな気がする、だからそうかな、私は市民ではないや、でも俺はもう多分何となく分かります、役職あんねんだっけ、あります、うんうんうん、何となく分かった、はい、何、まああの次見ますわ、何それ、ああはい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 、なるほどなるほどいいんじゃないですか、え、誰と、私でも、はいはい、あ、解決してない、だからここだから3人で、私がこん中で怪しいのは青な、別に市民やから殺されても大丈夫、え、大丈夫、まあ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 、市民やったら犠牲になる、あの、あれがない、あの、私は何役職がないから、うん、本当に、うん、あなたはスタッフさん、でも逆に言うと、ここでせっかく殺されんやったら騎士守ってもらった方がいいと思う、え、でもさ確かに、じゃあここは市民のみんな誰殺すか決めよう、ここはでもそのなんていうの、一般投票やから、あ、そうか、これはもう残念ながら、そうそうそう、でもその次のターンでもう守る人は多分固めてた方がいい、やったら守らなくていいかも、やったら多分死んだ方がほんまに役職がないから別に大丈夫、やったら占い師とかを守ってあげた方がいいんじゃないか、ああ、まあそうね、騎士はまあやったら青にする、このターン、うん、え、でも何か知らへんってことこれ、いや一般投票やし、その一般投票で死んじゃう、多い人がもうそれが犠牲になっちゃう、それが何であろうと犠牲になる、じゃあ青を一回狙うとしたら、今騎士守れるんやこのターン、うん、これは守られへん、守れへん、これ一般投票やから、さっきのターンで、そうそうそう、次の夜は守れる、痛くないから、うん、まあでも大体俺はもう分かりましたんで、うん、いける、全然分からんねんけど誰占うんすよ、ね、え、占いしてる、え、違う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 、終わった終わった、変な終わり、変な終わり方、ドーンじゃないね、ドーンです、え、むずいねんけど、まあそうか、もう一人ずつじゃあ入れようと、スタッフから投票言ってくれたらもう入れていくよ、僕はキーちゃんとお願いします、なんでなやねん、青分かるよ、なんでやねん、俺ね、うん、青、おお、グレ、俺キーちゃんで、ちょ、え、なんでな、私にキーちゃん腹立つからグレ、青は、ちょっと待って、でもこれも必然的に多分誰に入れてもキーちゃんになっちゃう、なんでやれ、え、え、待って、あとグレダンか自分に入れても、自分に入れられへん、自分に入れられへん、入れられへん、どうする、もう次の動きは考えてる、うん、ほんま、ね、ほんま残念、入れた人誰、2人、うん、どっちかが絶対1、そこは選んでも、言っちゃうって言っていいんかな、そこは選ぶ、ブレてんだけ、絶対2人どっちか人狼やわ、
芯があるだけあるじゃん。芯があるじゃん。ブルテンが芯があるじゃん。絶対ちゃうから。誰もいいよ。後悔しろ、私を殺したこと。まだ一票あんねんた。だってさ、どっちも大丈夫そうやもんな。これさ、でもさ、2人が2票になった場合ってどうなるの？決戦投票。一回、まあ、一回そうしたらじゃあ。じゃあそうする。うん。誰俺グレとキはちゃんのあでもまあこれスタッフからどっち難しいですね。あでもキイちゃんでキイちゃんえなんでキイちゃんなのその方がいいと思う。市民気がね俺もキイちゃん青本気あじゃあキイちゃんオッケーじゃあキイちゃんね、はい、ジャッジベイバーンマジやな続いた。まあ、だからキイちゃんはもう市民やったってことや。あ、今はい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 。いや、やった。この緊張感嫌やから殺されたかったな。あ、でも俺は一旦、うん、次の劇はもう考えてるんで。まあ、ここはまだ喋れないのでね。ピンク様です。ありがとうございます。いいな、楽しそう。こういうぐらいだったら喋っていいやん。内容のことじゃなかったら喋っていいやん。グレ無視されんねやこの存在どこかで幽霊幽霊になってるから今死人の口なし死人の口なしっすかやばいもう寝るわ寝たいだけよ寝たいだけよびっくりした喋って終わるからさ起こして終わったらそうやな、うんやるのはアクションを完了しました、ね、俺死にそうやな遺言残そうかな犠牲者はスタッフあスタッフこれ死ぬってことスタッフさん死んじゃったもう今よし4分間ダンス青とグレと俺の3人で話すっていうえこの中に人狼いるってことそうねええ無理無理もう嫌やちなみに言うと、うん、か、もう、勝たせていただきます。いや、勝たせていただきますよ、こっちに。裏だったら、人間ではあった。一個言っていい、うん、俺、占いし。裏だったら、人狼でした。まあ、どっち死ぬか。三角関係、これ。いや、恋愛じゃないねん。キイちゃん出んの早。キイちゃん出んの早。ちょっと待って。だから、まあ、どっち死んでるかい。まあ、言い分で言うと、さっき、俺、青怪しいと思ってて。うん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 。さっきの投票で。で、青入れようと思っててんけど、次、青が怪しいと思ったからこその、俺、一回占いたかったよ。うん。だから、はい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 、あえて、キイちゃん入れたよ。うん。そうそうそう。で、ここ占って、俺次ほんまは、ちょっと、行こうと思ってんけど。これ次、スタッフ行こうと思っててんけど。次、スタッフ行こうと思っててんけど。うん。まあ、ここでおらんくなったからはい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 あ占う人がいなくなっちゃったってこといやもう占ったやな占ってそう占ってでここが普通に人間やってでもう一回ここが生き残るとするやんピンクがなくなってな、うん、ほんならまあもうこっち怪しいしっていうので確定は出るから、うん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 、で今占ってこっちが人類だったピンクが人類だったピンクを占ったんや、まうんどうしんえピンク占ったでもなんか一個言っていいですか？ピンク占ったピン青占ってピンクがあそう人間って出てたからあのこっちは何も俺占い師だからっていう俺も占い師やん、ね、占い師でこのターンからしか占いできんのよあそうなんそうで青は市民って出てたからじゃあもうグレを必然的に占ったら人狼っていうそれだけもうどっち信じるかよ知らねえよそんなそういうゲームやでまあそうやな青次第になってくるかもしれない、うん、だから2人はお互い入れるでしょなんか疑うみたいなのあるやんだって人狼がやもんから、うん、そう俺は入れるでこっちをそうそうそう、うん、だからどっちに投票するかでそういうことやなで変わる勝ち負けは決まるやだだから人狼を生き残らせると負けになるし、うん、人狼をあの殺せばこっちの勝ちそうなんねまあでもそれでしかない。だってもうそれ以上何も言えんから。委ねてる。結果見たことを言うだけやし。なんかちょっと神様に聞くとかもあり。
神様って誰？あ、2人死んだはできん、これは死人に口なしたやつですね。難しい。まあこれはもうなんか聞きたいこと、逆に、うん、それを言って何を捧げれる？捧げれるって捧げれるって何？何に近い、ま、何に近いる、なんかさ命に変えてでも近いますみたいな。あ、そういうやつ、何でも近いよ、うん、だって見てんねんもん。だって結果を見てさ、例えば丸か×かを見てさ、じゃあ例えば丸の方を見たとするやん、うん、で丸ですって言ってるみたいなもん、それで×ですとは言わんやん。でもこっちも死ぬ。でもまあ俺の明確な分かりやすい理由で言うと、ちゃんと占った時に人間って出た、市民とは出てない。人間って出ない。分からへん。人間って出たら、出たらなんていうの、占い師が役職ありの人でも人間やから、人間や。仮にじゃあ騎士やったとしても人間って出るから、うん、そうだ。え、そうなの。もし青が騎士やったら青だ。ゴーンじゃないよ。分からへん。ではほんまに分からへん。僕はグレーに入れさせていただきます。グレーは、あ、はい、あの僕、はい、お互いで、はい、これはもうじゃあもう最後青へ。必然的です。なんで人間って出るんですか。話終わってますね。ゴーン言いましたね。それはまた後で確かめて。決まります。ピンク。俺に入れる。オッケー。じゃあ僕がジャッジメント。はい、市民の勝ちです。いや、やった。え、はい、合ってます。合ってる。俺が人狼。あ、よかった。信じてくれた、ありがとうございます。信じていただけましたでしょうか。イエーイ。危ない危ない。途中までグレたやと思ってた。じゃあグレが絶対占い師やとは思ったんよ。あ、で、うん、行きたかったけど、うん、この女子のアホ二人は騎士じゃないなと思ったから、うん、スタッフを行ったんよ。うん、あ、騎士。騎士でした。絶対さやな。すげえ。え、俺占い師って気づいてた？気づかんかった？僕はピンク様が占い師だと思って守ってたんですよ。うわ、じゃあ俺が占い師言ってたらじゃあ倒せてたんや。そういうことや。グレをそのた、うん、夜のターンに選んでたら騎士を、ま、巻き込めてたな、うん、うわー、やってもうた。危ない危ない。どこまで行ったな。まあでも市民チームの勝ちですよ。しゃあ、ちょっと俺も占い師ってはっきり言ってなかったからな。あ、人狼やっぱ人数多い方が面白いね。面白いな、うん、もう一回できる？もう一回できる？はーい、いそめん。はーい、ということで来週のサザエさんみたい。負けちゃったよ。時間的に多分もうこれで終わりになって。お久しぶりです、キーちゃんです。おかえりただいまです。転生や。はい、転生しました、キーちゃんです。ちょっと時間的にもう一回やりたかったんですけど、本当は、うん、結構、まあやっぱ人数いるからな。そう、そうね、過ごす時間が。確かに確かに。そう、やっぱ4分じゃないやんの。前4分じゃなかったやんな、この話し合い。まあそれもあるかもな。2分ぐらいやった。え、なあ、やったやんな。まあまあまあ。時間か。まあ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 。だけどやっぱ人数多い方が楽しいな。そうね。ちゃんとなんか人狼したの初めてかもしれない。わかる。この前の4人やったからな、もう。すぐ終わった。すぐって感じやったけど。今回はちょっと頭脳戦も見れたりして面白かったんじゃないかなと思いますね、うん、確かに。はい、ということで今日の気まぐれはここまでです。また来週。バイバイ。おちめん。じゃあの